静岡県内では27日、猛暑日を記録し、熱中症の疑いで19人が搬送されました。3人が重傷です。県によりますと、今日熱中症の疑いで19人が搬送されました。そのうち3人が重傷です。富士宮市では、畑で作業をしていた73歳の男性が意識朦朧の状態で搬送されたほか、御殿場市と西伊豆町でも90代の男性2人が搬送されました。今日は川根本町と浜松市天竜で 35.5 度を観測し、県内では今年初めての猛暑日となっていました。